元乃木坂46の秋元真夏が6月11日、自身のインスタグラムを更新。6月7日から9日の3日間、東京有明アリーナにて開催された乃木坂46、35THSG アンダーライブを鑑賞したことを報告し、反響が寄せられている。秋元真夏、筒井あやめ&黒見明日香との2ショット公開。この日、秋元は、大好きな子たちのライブに行ってきました。みんなに会えてたくさんパワーもらって幸せすぎる時間でした、と報告。続けて、ライブ終わってからシャドウ側ずっと聴いてる、本当にお疲れ様でしたと、4期生の筒井あやめがセンターを務める楽曲、車動画は、に触れ、自らも、推し、と公言している筒井との2ショットと、同じく4期生で、秋元に憧れているという黒見明日香との2ショットを公開した。秋元真夏の投稿に反響。この投稿にファンからは、素敵な写真、さすがあやめん推し、笑顔可愛すぎる、ツーショット尊いです、いい先輩といった反響が寄せられている。